ってみますか。おい、え、待って、移動できながらできる、移動しながらできるって、みんなみんな移動しながらできるよ、このチャージスキル。ええ離せ。おはい、どうもひたまえです。今回はね、まあアップユーが来たということで、まあやっていくんですけど、チェケラーということでやっていきます。まあね、アップ、俺ドレイクかと思って、ちょっとドレイクかな、なんかさ、なんかウルージと来たらなんかドレイクかなって、なんか俺の中で勝手に思ってて、まあまさかのアップユーということでやっていきます。ということでやっていきますと、まあスキルがね、まあこの音のやつですね。はい、ということでこちらクールタイムが28秒。まあこれね、使ってみないとわかんないんで、あークールタイム意外、あ、チャージスキルですか。なるほどね。あー、なるほどなるほどなるほど、いいね。いや、それはチャージスキル俺結構好きだから、白ひげもぜひチャージスキルにしてほしいっていうのが、まあね、ちょっとありますけども、まあということでやっていきます。特性は脱出速度がついてる。あ、ゲッターか、緑のゲッターか、見てなかった。でスキルを使った時、あー、これちょっとあんま好きじゃないんだよな俺、その10秒間移動速度って。うん、まあいっか。で、特性に敵チームを溶けるように、おー、なるほどなるほどなるほど、多分遠距離なんだよねこれ両方とも。はい、これ多分、あ、こっち近距離だったわ。あ、音だからさ。はい、次こっちは、こっちは近距離、中距離、あ、意外とそこまで中遠距離なんだね。うん、で、お宝ダッシュした時、スキル2のクリタイムが30分、あ、こちらのスキル2がまあ早くなると。まあということでね、まあとりあえずガチャを引いていきましょうか。キラーもなんか配布できてて、ちょっと俺マジか、やっぱ最悪の世代配布多いなと思いますけど、ということでやっていきます。レッツゴー、ガチャガチャガチャ頼む。俺ガチで80レベルにはしたいっていうのが本音でありの、頼む。2体目ヘルメッポ、あ、もうなんかね、ダメだわ俺、なんかガチャ運最近全て乗っ取られてる気がする。本当になんかね、ガチャ運良くないんですよ最近ね。なんか俺前神引きだと思ったら、で、他の配信者さんとか見てみたら全然俺より神引きだったり、なんやねん俺神引きって言っちゃったやんみたいな。はい、今8体目かな。まあとりあえずゲッターマークが来たらめちゃめちゃ嬉しいと。ゲッター、ゲッター、ああ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 、マジで来た、え、マジで来た、え、マジで来た、マジで、待って、マジで、え、冬打ちすぎて、いや、これは来たぞ、これ俺アップ100レベルにしろって言ってるのもんか。とりあえず行きましょう。20連目、20連目はね、最後が確定ということで、まあ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 最後に、まあ、アップが来たら嬉しいと。確率何パーか見てないけど、多分俺の予想だと 30% ぐらい。はい、レイジありがとう。ゲッターマークだったんか今。そしたらもっとワクワクしてたわ。ちょっと、マーク見てなくて、最初の旗に出る。それで、ちょっとゲッター、アタッカーに見えちゃって、アタッカーかと思ったら、まさかのゲッターだったっていう、はい、しょうもない話。8体目 !9 体目、9体目、9体目。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。10体目次次マジゲッターマーク来い、ゲッターマーク来い、ゲッター、やったやったやった、決めた決めた。まあ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 、100レベじゃないだけね、まだいいでしょう。はい、ということで、20連目、あ、30連目いきます。レッツラッゴー。いやー、これ確定だからな、本当にしっかりしたい、しっかりしたいってなんだろう。頼む。2体目3体目4体目5体目いやー、でも今アプーさ、あの原作でもちょっと今熱いじゃないですか。まあだからね、ちょっとね、あの使いたいっていうのはありますけど。8体目、いやマジ音とかもう耳塞いじゃうわ本当に。耳、俺が耳塞いだら聞かないかな。10体目頼む。11体目お、ゲット。いや、これが一番まずいと。これがちなみに一番まずい状態ですね。はい、あー、確定だもんね。最後アップ確定だから、70レベルか。もう1体出たらな、180レベルでリーグで使えるんだけど、まあちょっとそこら辺は追いガチャするかは後々考えていきましょうか。まあとりあえず4体目5体目、とりあえず今回キラーも出るんで、そこは結構激アツですよね。6体目、7体目来い、あぶ、あー、8体目うーん、70レベルってなんかウルージの時と一緒。10体目、ここで来い。あー、まあまあまあ2体当たっただけね、まあいいでしょう。まあということでね、まあ8レベルにするか否かは後で決めるとして、まあとりあえずまあいろいろ潜ってみたいと思います。ボイスついてないんかーい、ボイスがついてないんかーい、ということで、おー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 、なんだこの通常攻撃面白いな、ボーンシャーンポンシャーンみたいな感じなんですかね。はい、ということでやっていきますと、あー、でも通常やっぱ伸びますね、伸びるね。でもこれ多段なのか、待って待って、これ多段っぽいな、あー、多段っぽい、ちょっと多段っぽい、多段じゃねこれ、っていうか通常。そしたらちょっとね、きつい、きつそうだけど、あー、ちょっと黒ひげとかに対してきつ
そうだけど、なんか多段の通常攻撃のメリットがさ、未だに僕分からないんですけど、なんか黒ひげとかさ、あのウルージュとかにさ、めちゃめちゃなんか良くなくない？ということでスキルを使っていきたいんですけど、まずとりあえず、いやこれ通常攻撃ちょっと俺の中ではあんまり評価は高くないけど、走り方は満点と。まあなんか最悪の世代ってなんかさ、キザルに、まあキザルの強さを際立たせたって感じじゃないですか、あの初登場時は。今はでもさ、めちゃめちゃ今激アツじゃないですか。まあ言えないんであれ出すけど、あれ出すけど、いやーいやーいやー、これ通常多段か、多段って良くなくない？良くなくない？黒ひげに対して。まあ今は黒ひげ天下なので、まあてかまあ黄色、あ緑で能力者ってなったら、まあさすがにちょっとね、さすがにワンパン耐久性能もなかったよね、だって特性だから。ちょっとそれは微妙なんじゃないか。いやー、そしたらキラーをぜひあの星4にしてほしかったですねいや多段か、多段か。とりあえずスキル使ってみますか。最後撃たれたけど最後ヘルメッポにめっちゃいい狙撃されたけど、ヘルメッポめっちゃいい狙撃手やん。ちょっと待って、今かっこよかった。でもスキルはかっこいい。あ、これチャージしてないですね。チャージしてないでこのスキル。なるほどね。いや、まあまあまあ、かっこいいね、なんか音楽が。なんか新しいね、やっぱ。なんか、かっこいいね。かっこいいね。まあ通常、伸びはあるけど、ゾロ十郎ぐらいの、ゾロ十郎よりは若干範囲広いって感じかな。まあ多分多段っていうのがちょっと俺の中ではな、黒ひげとかにダメージがあまり多段って入らないんで、しかもそれプラスで、まあだからそこら辺はちょっと残念ですよね。ワンパン耐久性能もそこまでないし、一度倒されたら復活とかいう最強性能もないし。ああ、なるほどね、こういうタイプね。あ、ヘルメッポにさっき狙撃されたからか。あのヘルメッポにさっきさ狙撃されたからさ、あの最後出なかったのね。狙撃めっちゃいい狙撃やん、あいつめっちゃ綺麗な狙撃やん。じゃチャージスキル打って最後アーロンパークで無敵スキル、やっべー、あぶねー、チャージスキルちょっと逃げよう逃げよう。ちょっと最後ねアーロンパークでやりたいんですけど、これでも一発二発、一発二発、あーこれで最後近づくから大丈夫と、そういうことかな。ここら辺で一発二発三発、オッケーオッケー。最後チャージスキル貯めてみましょうか。最後中距離になるのかな。え、この黒刀から逃げられるか。はい、ということで皆さんやっていきたいと思います。皆さんよろしく。まあアプーね、まあやっぱ耐久性能が多分ないから、まあ強いかって言われたら多分強くないと思いますね。はい、まあそこがちょっと残念なところではあります。まあ耐久性能すごい大事だからね。岩さんがちょっと強いって言われてたのは、1回 KO されたら回復するという、まあ、チート性能があったんで、まあ耐久がすごいと。まあだからそこら辺が、あでもこれ1度目2度目が、あー結構押し出すね、押し出すけど、まあ別に一発、あーでもなんか当たる、意外とこのさ見えてる部分になんかいい感じに当たるかといったら多分当たる。あ、なるほどね、これ多分さ、これドゥルルルルンってやんじゃん、そのリング、それが打撃判定なのかな。多分それが打撃判定になるっていうことかな。だから近いほど多段になるってことなのかな。まあとりあえずチャージスキルをさっき失敗してしまったので、まあやっていきたいと。あ、これ、え、移動できる、移動できる、え、めっちゃ移動してる、え、めっちゃ移動してる、なん、あ、あ、ん？あ、え、よくわからない、え、よくわからない、よくわからない、よくわからないよ。どうすればいい、これ、ちょっと一旦よくわかんないから、チャージスキル、え、移動できんの？今移動してたよね、スキル中に。だって、チャージしながら移動？あ、これで気絶させーの、あーはは、あーはは、あー、楽しいね。気絶でもシャンクスに対してはやっぱりきついのかな。カウンター入れられるってことだよね。まあでも距離的にカウンターの距離にはならなそうだから、まあそこら辺はまあ別にいいのかなとは思いますけど。おい、みんなあそこ手伝ってやれって、終わるから。3、2、1、あ、ナイス、アップね、ナミナイスだわ本当に。待って、移動できんのか、それ。移動できながらチャージスキルだったらなんかそこまでひどくはない気がする。移動しながらチャージスキルできるってある？そのチャージじゃ、え、まあやってみましょうか。とりあえずさっき移動しながらやってたよな。行くよ。だってこのスキルのどんぐらい広く届くか、これでやっぱ近距離だな。ああ、なるほどなるほど。ちょっと移動しながらやってみますか。え、移動しながらできたら結構激アツじゃない結構激アツじゃない。あ、痛い、びっくりしやがさせやがって。じゃとりあえずやってみますか。
おい、待って、移動できながらできる、移動しながらできるって、みんなみんな移動しながらできるよ、このチャージスキル。え離せ。おおおおえあり、移動しながらできるのか。ちょっと読んでなかったかも。スキル移動しながらできますよって書いてあるのかもしんないけど、オッケーオッケーオッケー、ここでおい当たらないと。おお、やっぱこれ一回ジャスカイされても大丈夫。でもよろけもこうついてないよね、多分これ。わかんない、そこら辺はちょっとみんな後で確認してしまって他人任せ。え、移動しながらできるチャージスキルなんてあったの？今までなかったよね。戦国とか移動できないもんね、あれ。バレットとか。え、ありよりのありのなし、つまりなし。まあ使えるか使えないかって言ったら使えないとは思うけど、あの普通にスキルボタン長押ししている間は移動することができるって書いてあったわまあということでね、まあでもそれはすごいでかいことだ。アリーの、いや俺めっちゃ好きよアプー。まあだけどやっぱ耐久力がまあないんで、まあそれはね、あのまあ使えるか使えないかって言ったらまああれですけど、まあ楽しそうではあるということでね、今日の1本目の動画終わります。2本目はね、キラの動画にしたいと思います。はい、この動画がと思ったら、まあチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。